様々な商品のサイレント減量、実質値上げに対する悲痛な声がネットで話題。内容はこちら。様々な商品のサイレント減量に対する悲痛な声が話題のようです。では内容を見てみましょう。バスターブース、嘘みたいだよ、誰も食べてないんだぜ。それで食べ物だけじゃなく文房具のインク量も減ってきている気がするんだ。おつさん、おうくん、こんにちは。先ほど1年以上前に買ったオレンジペンと1ヶ月前に買った赤ペンを比べてみました。どちらも未使用ですが、やはりインクが少なくなっているのがわかりますね。企業側も大変なんでしょうけど、これは複雑な心境になりますよね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。チップスター。ここまで減ってしまったんですか？こんなに箱で濃くする意味ある？もっとコスト下げた包装形態にできるでしょ。半分は空気を買っていると。これは、悲しすぎる。チップスか。悲しい現実ですね。次はこちら。値段据え置きで量減らす派ですか？こんなんだったら値上げして、値段上げてもいいからいっぱい入れてほしい。容量そのままで値段上げてくれたらいいのに。最近こんな詐欺ばっかりで、いろいろと買わなくなっちゃいました。容量を減らすのではなく値上げしてとの声が結構多いようですね。次はこちら。アイブロウペンシルも、わかる。蛍光ペンとかのインクもすごい持たなくなってきたなと思ってた。言われてみれば、確かにボールペンの中身を変える頻度が増えたと思ってました。サイレント減量の波、食料品だけではないことが衝撃ですよね。最後はこちら。わかります。車の芳香剤の水の量まで減っててびっくりしました。100均でセロハンテープを買ったら、以前に比べて幅が狭くなっており、非常に使いづらく感じました。トイレットペーパーの幅も狭くなってる気がするんだ。ホルダーから落ちやすくなったんだ。もしかしたら、マスカラもかも。食べ物だと、駄菓子のかば焼き三太郎が10年くらい前に比べると露骨に小さくなってるよね。ユニクロのデニムも薄っぺらい。リップクリームも減りすぎ。いつの間にかあらゆる商品が量が減ったり小さくなったりしているようですね。結論。物価高騰により様々なものが値上がりした結果、企業側も材料費高騰により大ダメージを受けています。食料品や文具、生活雑貨など多くの商品がこれまでの形のまま存続させることが難しくなってしまっています。商品を小さくするか、内容量を減らすか、もしくは値上げするかなど企業努力が求められている昨今、企業側も消費者側も物価高騰により悲痛な思いをしている状況。物価高騰の波が収まることを願うばかりです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。